はい、ゴッドプリンセスプロジェクトマイクチェックワンという皆さんおはようございますなのか、もしくはこんばんはですかね。はい、ノーミクドリアフカの夫です。アルテちゃん、わかったわかった。はい、そんなわけでメンテナンス来たんでね、ちょっと見ていきましょうか。8月23日メンテナンス終了、お疲れ様でございます。イベント燃え盛るフィアーの激重常年、はい、これのイベント始まりましたと。その他ドロップアイテム 1.25 倍放火、OK ですね。エントランスバナーに切り替え矢印ボタンを追加、これよくわかんないな。まあ見てりゃわかるんでしょと。対応不具合、敵撃破時に再行動が発動する技法を絶技を行動範囲内に敵とオブジェクトが存在する状態で使用した際、オブジェクトを破壊すると敵の撃破に関わらず再行動が発動してしまう、うまいこと喋れない、不具合を修正。あ、これ惜しいよね。これほっといてくれりゃいいのね。オブジェクトさ、破壊したらさ、再行動なんだからさ、めっちゃお得やんか。もうこれでいいやん。これでいいやん。いやー、残念です。ちょっと残念な、不具合修正ということでございますか。はい。オート操作時に芸術家のニコンゲージが溜まっていると、やけど状態でも技法絶技を使用できてしまう不具合を使用。もうこれも、ね、いいや、そのままでいいやん。あかんのか。はい。あかんですね。はい。芸小石500個ありがとうございますと。そんなわけで、残念ながら、はい。修正されてしまいましたということですね。あ、そして週末限定ガチャですか。あ、この3キャラね。イマージュ、ミレーネ、ミエーレ。ミエーレ持っとったかな？持っとったような気がする。スタイルとアングルは持ってるな。まあ持ってない方は、こちらの方ね。今回は確か火がイベントで優遇されてるはずだからね。火の方は引いた方がよろしいかと思いますよと。で、イベントね、その肝心のイベント、フィアの激重少年、あらすじ、女性型死の芸術創作のため艦長と共に町へ出たフィア、しかし彼女は嫉妬と殺意をこじらせ艦長を振り回し、これさ、ずっと女性型しか女性形しかってずっとね考えたんだけど、女性型死の芸術にね、何だったんだっていう、ここで区切んないとダメなんだよね。はい、てなわけで8月31日お昼までですよ。はい、目玉報酬メモリーね、これはゴッホの攻撃アップ、中ゴッホの攻撃最大 10% 増加、これゴッホ使うときにつけるとよろしいみたいですね。で毎度のことながら10以降は24、26日に2つ、24、25、26じゃないんかっていう、なんかあったっけ、20、25は、日曜日だからかな26月曜日だからかな、そんなわけですね。まあスタッフの方も忙しいかと思いますんでね、ゆっくりと日曜日はお休みくださいということでございましょうか。はい、ほんで、ステージボスね、イベント。どこ行ったっけ？あ、そうそう、これ、巨大ボス、技法でエネミー召喚を、やだな、行う負荷一定確率で2回行動と。で、やけどへの耐性は低いため、やけどで巨大ボスの技法を封じることで有利に戦います。加えて、ボスは炎エレメントを弱点としているため、炎エレメントを得意とするイマジュなどを編成してダメージアップを図ることが有効です。はい。ってなわけですございますか。まあ、フィア使いましょうと。引いて使いましょう。いうことですね。はい。ピックアップガチャ。どんなんや。あ、その前に見とくこと。あ、そうそう。ダンジョン。皆さんどうですか？ダンジョンエクスプローラーとして、私9の9周目フロア1、皆さんはどんな感じでございましょうかね。よくわかんないよね。まあ争ってるわけでもないから別にいいんだけどね。まあ容器回ってダンジョンショップ
買い込みましょう。これ結構ダンジョンショップね、お高いからね、いろいろ稼いでいかなあかんということですか。んなところ、じゃあガチャ行く？うん。まあ、ちゃっちゃっと行きましょう。ちゃっちゃっと。ガチャがようけきとるのよ、またこれで。うん。で、さっきのフィアね。うん、欲しいところやな。他にもね、他にもね、いろいろございますのよ。この、女性じゃない、美少女。うん、メイド奮戦記ね。はい、これね。まあ、よりにもよってね、2キャラともね、ねんですわ、持って。美少女、美少女。はい。うん。引いときたいね。うん。天井必須かね。こっちはさっき取ったやつね。うん。持ってない方はと。あ、これあるで別にあれか。見えればなんだ。見えれば。あ、わかんないな。うん。あ、でも一応これ火か。うん。あっとった。あってました。うん。アルタちゃん。うん。これだからな。うん。ちゃんともう炎エレメント持ってるじゃん。やっぱじゃあこれ、ね、持ってない方は引いた方がいいよと。で、今回はこのアルテちゃん大活躍の予感ということでございますね。んで、あ、袋生誕祭忘れとったか。袋生誕祭と。あ、これも、うん、炎ね。うん、あるわけね。いやー、いろいろと、うん、忙しいですぞ。じゃあ、どれから行く？まあ、袋ちゃんから行く。うん。の前にと。はい、分かっております。乱数調整やっていきたいと思います。いや、なかなかさ、この乱数調整難しいね。成功できてないっていう、ちょっと現状が、ちょっとずれとるか、画面が。こんなもんか。うん。まあ、なかなか成功できてない。うん。さあ、頑張ってやっていきましょう。今回ガチャ多いからね。うん。ちょっと水を飲みますね。よし、さあ頑張っていきたいと思います。さあ、そして毎度のことながら長いのでね、ワンチャンこれまた例によって例のごとくこの先カットがあるかもしれません。うん、まあカットしとったらカットしとったでね、はい、そういうすごい長いローディングがあったかと思っていただければと思います。まあ、そんなことならないようにシュッと、まあ、なかなかこの辺は、はい、改善されております。少しずつね。うん、さあ、何もナッシング、ここはシュッと。うん、どう見てもね、あれなんだよね、ホロライブの誰かに似てるみたいな。はい、もう一回引いとこう。うん、ルーちゃん。ルーちゃんですよね。うん、今はそうだ、転生してミケキャットさんとか、うん、よく知らないね。はい、あんまり、うん、言わないでおきましょう。まあ、いろいろありますからね。うん、人生も。うん、よし、さあ、2回引いたところで、まずはじゃあ主人公と言うべき、主人公じゃない、メインですよ。メインのフィアを。天井ないのよな。やっぱね、イマージュは基本的にこれ天井ないから辛い。これあるようにね、なんとかしていただければと思いますけどもね。ね、運営さんよろしくお願いいたします。っていうわけで、引いていきましょう。さあ、シュッと始まるのか？どうなのか？やっぱ結構間があるね。うん。まあ、これで、来てくんないな、夜はな。うん、まだわかんない。うん。レインボレない。いや、まあまあまあ、そんなすぐに、うん、来たらっちゅう話やな。わかっちょわかっちょ。うん。甘くないっちゅうことよ。そう簡単にはね。うん。3000になっちゃった。じゃあ次、ブグローは持ってなかったんだよね。多分ね、10回引く?うん、10回引こう。ちょっと待ってよ。これ10回引くことによって、これ、石が足りなくなるなんてことを、ちょっとやっちゃったかもしんないね、これ。石の残量見てなかった、私。これやってしまいましたか。あ、来たよ。でも来たよ。
ドキドキ。でも来たよ。いやもうこれで引かなきゃってやつよな。むしろ森蔵とキッコロでした。はい、まあまあまあ、いややばいな、ちょっと冷や汗が。そう、石の残量を確認する、うん、これはある意味ね、自分の命と一緒ですよ、うん、さあ、あれこれが来たの。いや違う、ね、フィオレンツァ、うん、いやちょっと待って、えこれいやいやいや、ちょよくわかんないぞ。ブグロはラベレナ、うん、丸なのよブグロは。ちなみにイマージュじゃないのよ。なんだっけ、スタイルでよかった、芸術家。はい、あのね丸、うん、いやいやレインボーってないんだが、うん、スタイルであっとったね。うん、やっちゃったかな、これ。スリヌケンゴー、はい、スリヌケンゴーでございました。あ、まあまあいいや。あ、これ石ないじゃん。ほら、やっちゃったよ。あ、やってしまった。やってしもた。これもう引けないな。最後まで。ねえ、天井まで引こうかと思った私ですが、これ39,000いりますのよ。いや、引ける気しねえわ。こっちじゃないや。なんだっけ。こうマイレージ、こう39,000なりよ。はあ、いや待て待て、とりあえずこれ10回引けるのは33,000だから、36,000やろ、これ引くことによって。うん、何かしら起こんないかな。いや3,000足んないんだわ。いや、きっちりさっきガチャを引いた分が足んないということになり申したよ、これ。あ、やっちゃいましたね、また。あ、でもちょっと待って、これもうワンチャンこれでレインボーで引くしかないんだが、頼んます。もう配信的にさ、それで終わりでいいやん。うん、頼もう。いやー、ここでちょっと配信者としてのね、意地を見せるべきなんじゃないの。やっぱさ、そういう失敗をしてもリカバーするというね。うん、それよ。うん、なんだそれって。それなのよ。さあさあ、順調に丸がレインボーですよ。はい、丸がレインボー、丸、うん、白鶴の丸、うん、レインボーらないよ。違う、ロダンちゃん丸、うん、なんかドキドキしてきた、うん、なんか告知が来た、うん、この告知はアリアナシア、来た、さあ来い、来たよかったよかった、ちゃんと見せるとこは見せていく。ブグローちゃんです、いいよ、いいんですよ、いいね、うん、背低くて、うん、可愛いですね。いや、もうちょっと配信的に、うん、終わるところでございましたが、まあまあまあ、こういうところよ。はい、こういうところでね、なんとか意地を見せたっていうところで、はい、終わりにしていきたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。では、さようなら、さようなら。